アーノルド技術開発センターでテスト中の F110。F110 は、ゼネラルエレクトリックが開発した、航空機用、アフターバーナー付きターボファンエンジンである。なお、この項目では、F110 の、アフターバーナー非搭載型である、F118 についても述べる。GEF101 の発展型で、エンジンコアの設計を共有している。特徴として、 同クラスのアフターバーナー付きターボファンエンジンである P&WF100 と比較した場合に高高度での推進力はほとんど差はないが低高度では3割強出力が高い F-14B1973 年に F-14 は P&WTF30 エンジンを搭載して収益したがその10年後までに多くの問題が発生したこれを受け 国防総省は改良型の TF30P-414A の調達を開始した。その後1979年に F101 の派生型である F101X が F-14 のエンジンに採用され、後に F110GE-400 となった。F110GE-400 と F110GE-100 の一番の違いは長さで、 マイナス400型は F-14 の機体に合わせるためアフターバーナー後部を50インチ延長している。新しいエンジンは23100リッター BF-103KN の出力を持ち、以前の TF30 エンジンと比較して強力になっている。F110 によってアップグレードされた F-14 は F-14B として知られている。また、 F110 は同期の最終型である F-14D にも採用された。F-16 用の F110F-2 のエンジンノズル F-16 は当初プラットホイット 2F100 エンジンを採用して収益した。1984年アメリカ空軍は F-16 の 運行リスク削減を目的にエンジンを二重ソース化する、オルターナティブファイターエンジン計画を開始し、プラットホイットー社の F100 と、ゼネラルエレクトリック社の F110 のうち、競争に勝ち抜いたエンジンを契約することとした。そのため、F-16C、D ブロック30、32は P&W の F100 と GE の F110 のどちらでも、 搭載可能な共通のエンジンベイを採用した最初の機体となった。F110 は現在、アメリカ空軍の F-16C、D のうち86%に搭載されている。F110GE-100 の出力は F100PW-200 よりも約4000リッター BF 大きい、ため、より多くの空気を必要とする。そのため初期は、 カタログスペック通りの出力が得られず、ブロック40以降の F110 搭載機はインテークが大型化された。F-16 用の F112 は、F110GE-100、F110GE-129,F110GE-132 がある。後者になるほど新型であり、より出力も大きくなっている。日本でも、 F-16 を元に開発された F-2 に IHI がライセンス生産した F-110IHI-129 が採用されている。F-15EF-15E はアフ計画によって F100PW-229 及び F110GE-129 に対応したエンジンベイを持つ。 F-15E の韓国向けである F-15K は F110GE-129 をサムスンテックウィンがライセンス生産した F110STW-129 を採用し2005年から配備されている。またシンガポール向けの F-15SG は信頼性を向上させた F110GE-129。 C を採用し、2008年にロールアウトした。サウジアラビアが運用している、F、F-15S も F110GE-129C を乾燥用に調達している。F118F110IHI-129 一般的特性構成要素性能出展。ありがとうございます。